ったら嫌だなと思って。何また鼻に突っ込んだら嫌だかなと思って、だから鼻に突っ込んだ方がやめた方がいいんじゃない。鼻に突っ込まんとわからんけんさ、パパごめんけど鼻に突っ込ましてもね。鼻に突っ込んだら嫌だ。頑張ろう。鼻に突っ込むのは嫌だなと思って。嫌だけど頑張ろう。病気がわからんが、インフルエンザっていう病気だったらレモンとスイカと同じお部屋に行かんといけんし、うん、お薬飲んだら楽になるよ。そうだね。違ったらイチゴとかと下だし、オッケー。頑張りましょう。スイカ、ナイちゃん、うん、泣いてもいいけどな。アイス、アイス買ってあげようなアイス、チョコレート食べようたねじゃんな。今言ったの分かったでしょ。頑張るよ。ガチャガチャがいい。ガチャガチャしようか。ヒカちゃんとガチャガチャしに行こうね。あとでがいい。いいよ。ちょっと待ってて。10分経過。ん？あ、陰性だね。出らんな。だけどタネちゃんはレモンとかスイカにもらった病気じゃ、インフルエンザじゃなくて、うん、イチゴ病。これが例のイチゴ病？イチゴ病です。謎の。うん、鼻水となんとなく。震えとなるよ。あくびか。あくびでした。イチゴと一緒寝とき？タネちゃん。家でドラマ見るの？お家帰ろうか、タネちゃん。そう。けどジュース買うの？タネちゃん、お家帰る？ジュース買うの？何が飲みたいの？ピンクのリンゴジュース。ピンクのリンゴジュースってイチゴ味だろ？買いに行こうか、タネちゃん、うん、頑張ったな、うん、一緒に行こうか。バイバイ。梅ちゃん、熱出てあったの？昨日ね、うん、熱さまし、すごいしんどそうだったから、うん、熱さまし使ったんですけど、うん、買った瞬間元気になってね、はあ、ちょっとはしゃぎすぎちゃったよね。寝ればよかったのにね。今どうなの梅ちゃん、しんどいの？お熱あるの？とりあえずね、梅ちゃんはしんどくて泣いてるの？そっか。梅ちゃん、熱測ってみる？なんだかね。なんかね。まあ、これはしんどいからなのか、なんかパパにされそうで怖いのかで泣いてんのか、ちょっとよくわからんけどね。両方か、うん、朝家にいる時もでもなんかぼーっとした顔してなんかしたかったよ。あ、そう、うん、今のしくしくはね、うん、タネちゃんに脅されまして、うん、来る前にタネちゃんにしっかり脅されまして。なんて言って脅されたの？タネちゃんがさ、結構な熱が出てる。え、なんぼ？くどさん？そら偉いわ、梅ちゃん。え、なんかね、タネちゃんはお熱が出たら鼻つんされるよ。パパ出て行ったら鼻つんされるよって言って、がっつり脅されてきた。タネちゃん、虹悪言われたのだ、梅ちゃん。そうか。でも鼻つんしようか。大丈夫。あれよ、あのタネちゃんすごい苦手みたいだけど、うん、スイちゃんはくすぐったい、くすぐったいだけ、うん、ちょっと鼻くすぐったくなるだけだけ。
注射はしないから、梅ちゃん。でもさ、だってもしインフルエンザっていうだったら、お薬飲んだらすぐ近くなるよ。専用の薬があるから。そうね。どこ、工藤さんはな。はい、梅ちゃん頑張るよ。昨日の夜はね、八郎さんだった。あ、そう。パパ持ってくるよ、ツンを。お花ツンを。お家帰ったら全部食べようか。眠きたいで。はい、梅ちゃんは今から頑張ります。やばい、インフルエンザ A 型、梅ちゃんは。なることならないことさはない。わからん。これ見て。こ
鼻くそだ。まあコロナもレモンだけ長かっただけんな。あ、まあそうだ。私が取った。ありがとう、みーちゃん。みーちゃん大好きだよ。扇風機とかあるの？まあ2日ぐらい、1日か2日そう。だってそれだとおかしくない？なんとか抑えとったんかな、熱出さず。頑張っとったんかな。でもなんか、シャツ1枚でうろうろしとっちゃだって。暑い。暑い。ほら、やっぱり A 型は12時間から48時間でやっぱ書いてますな、扇風機。我慢しとった。48時間だったんかな。いや、本当これから、ね、梅ちゃんと。じゃあ、ね、木曜日です。なすて今日ずっと寝てるんだもん、朝から。なんでいっちゃん、お疲れ？もうよくなってきたはずなのにさ、朝からずっと寝てるから。ファンデーション塗ってきた今日。いや、なんでそんな白いん？まあ、とりあえずもなんかインフルだけはしとくか。梅ちゃんも出ちゃったしさ。そうだったね。新たにもらった？いやだよな、暑いね。なんでさ、そんな一人だけ元気なの？なんか元気だね、私。で、また遅れてやってくるでしょ。で、ママが面倒見て。おー、急だ。いっちゃん、平気よ。さあ、見ばさあ。なに？はよ。まだ当たってないんだっけ。まだ当たってないのなんで痒いだ。この先っちょの方が先っちょ当たってないよ、まだ。さあ、すいません、早くしてくださいよ。今いちごと親子の時間取るな、お前。親子ないの時間だから。愛だって、これがパパの愛だって。行くよ、シュート行くよ。痛いね、痛いね、いっちゃん。即ティッシュ。ただでさえティッシュ貼ってもらって。これしよう。ほら、どうなんだろう。痛いね。あ、じゃあちょっと検査かな。いきますよ。これがいちごさんの。え、ワン、ツー、スリー。なになに、あっちから。本気フルで言っとるな。これはコロナとインフルが分かるやつですね。今朝梅ちゃんのインフル A が確定したのでね。いちごさんはどうかな。まあ、インフル A が出てしまえばもうそれだけね。検査もクソもないけんな。採血とかいらんかもしれんけども。でんかったら、でんかったら採血もう一回しとこうぜ。出なさそうだね。言ってもやだよな、採血もな。今日は右手。色白いな、いちご。ゲイリーだから。ゲイリーいちごだったかな。4時間半も寝てるからさ。4時間半そんなに寝とったん今日。それ偉いな。もうなんかふざける元気もないよ、こっちは。さっき結構ふざけてらっしゃいましたけど。お、今日は浴場シーンですか。はい、浴場シーンにしてみました。はい、羽があるから浴場シーン。羽の状態の針と書いて浴場シーン。はい、早くしてくださいと。用意ドンでいきますからね。うどん、そば、そば、うどん、そば。かぶちゃんにね、ポートが立ってますんでね。いいですか。1、2、3。入った？うん、入った。どうでした？痛い。まあな。パパさんのこのほらもみあげがルパン三世みたいになってきてる。ルパン三世クラーンとして。いいですか。1、2、3。
いるぞ。いちごを押さえて。ちょっと見てママ。ここのもみあげルパン三世だけ。くるんってなってる。ルパンになってるでしょ。結果はどうかな、インフルの。ちょっと見てこよう。ああ、ちょっと見てこよう。いちごさん、オーダーかけ。ローママ。出ないね。本当に綺麗に出んね。綺麗ね。こんだけして出んかったら。絶対違うね。違うね。大丈夫、指毛は。指毛は。何が流行ってるの、今。ちょっとわかんない。原因不明が。原因不明の。インフルと。結果発表ドルルルン白血球6500、もう正常だね、うん、CRP もこの間 1.8 だったの、おととい、うん、普通こじれてきたら悪くなって3とかさ4とか上がって、うん、まあ、下手したら5とか超えるけど、まあ、むしろ下がってるぐらいの 1.2。 あら、いいんじゃない、大丈夫だ、風邪です。すごいね、よくインフルにかからんね。なんかね。ね。インフルではなかったな。まあ良かったのかな。まあとりあえずね。いちごさんとしては安心かな。ああ、よかった。変な病気ではなかったので、うん。とりあえずそれがなければ。パパとママは安心。でもなんかもうちょっとすっきり良くなってほしい。まあもう大丈夫だけど、今週家におれ。ね。うん。この状態で無理したら。本当にこじれちゃうな。本当にインフルとか。うん、今日一緒に家帰ってパパと一緒にビーガンの意味よ、寝なさい、弁当もだからこれ、まあ、ね、本当にしんどかったら夜も寝るだろうけど、触り強くなってきたのだったら確かに、ビーガンだけ寝たら、まあ、もし眠たくなったら途中で寝ていいよ、わしは見る、気になっちゃうでしょ、土曜日とかに見ればいい、パパさんも言ってもね、といた方がいいんじゃない、何パパさんもマジ絶好調なのか知らない、そう一応人の後からね、ママいつもだが、ね、ママも疲れてるからママ疲れすぎなんだって、いやママ疲れるよ今週、私もう重たいし、うん、肩でも揉みましょうか、いや痛いもん、いや本当に硬いわ、本当硬い。痛い。だってママ顔がもう悪意だもん。だけど張ってるよ、本当に。あ、鳥肌が立ったよ。バイバイ。うちゃんが元気だと普通テンション上がるわ。よー。今日の生配信は節分です。おい、聞こえてる？何カメラ聞こえるんじゃん、今日の生配信の予告を撮ってる今、うん、ほか今日節分するんだよね、楽しみ、ちょっと遅くなったけど、あんなものやこんなものを買ってるからね、うん、子供たちのね、顔が、ね、特に種ね、種と夏目だね、今日久しぶりにみんなで生配信だね、楽しみ、うん、嫌われないよね、私あの格好で大丈夫、私本当はしようと思ってたよ、中にちょっとできない状況があるからね、なんでまだ皆さん知らないもん、おれまだ皆さん知らないもん、そうですか、うん、やめてまだ皆さん知らないから、あ、そっか、うん、パパさんまあ嫌われるね、ニキビそれ、うん、違うと思う、ニキビそれ、今日は潰しましょうか、8時から TikTok、 9時から YouTube ライブです、持っといて、こうやって持っといて、こうやって持っといて、嫌だって言っとる、なんでだよ、嫌だって、あ、電話だ、何がよ、電話だ生配信見てね。